鈴田恭介探偵小説作家それが血のりであったおやなんだろうかしら掃除婦の貴佐がかがんでそのシミを指の先でこすってみた 真っ赤なじゅうたんの上にしたたったその薄黒いシミは記者の指先を薄紅に染めた注意してみるとそのシミは廊下のずっと向こうの方まで続いているこんなところに陰気や絵の具をこぼしていくものもないたどっていくとその点々は27号室の前で消えている温泉場の早朝ホテルのこと まだ誰も起きたいもなさはもう一度床のシミをこすってみたにおいよかいだがなんのにおいもしないよく見るとそのシミは乾ききって赤いのりをくっつけたようになっているところもあるちかしらと口に出して言ってみたが こんなに血がポタポタと遠くまで落ちているなんてことも変なことだ昨夜喧嘩やけが人があったことも聞かない何人かの婦人客もいるがこんな粗相をしでかして放っておいているのもおかしい記者は27号室から逆にその滴りの跡をたどってみた家族風呂のそれも27号さん専用の風呂場でそれは止まっていた 戸を開けてみると、濡れたタイルの上に赤いものが散っているキサははっきり分かったそして夢中になって叫んでいたええ人殺しだがキサは死体を見たのではないおびただしい血人殺しと 連想がそこまで無意識に飛躍しただけなのだった割に上品な当事客の多いこの青噴園の客もこれには驚いた早朝だったがもうそろそろ起きようかと考えていた連中もいた川のせせらぎの音だけでまだ崖下を行く自動車の警笛の音もしないこの静寂を破って人殺しの一言は聞き捨てにならない 映画やラジオや活字の中では時たまぶつかる言葉だがこんな叫びを一生のうち一度聞く人なんてのはめったにありゃしない当然のことで人々はぎょっとして次の叫びに聞き耳を立てただ誰か来て大和さん支配人さん熱い絨毯もさすがに記者の足の下でバタバタと音を立てた ドシンとこれはキサがじゅうたんにつまずいて倒れたものであろうガラガランとバケツが階段を転げ落ちる音がしたなんだなんだ寝不足の顔を逆なでされたような仏頂面で支配人のヤマトが支配人室から顔を出したうるさいじゃないかまだ何時だと思っているんだ がは四つん這いだんんののをきなっっ、た。へはつに二度三度人殺しと叫んでいるうち喜佐は血生臭い死体をありありと目の当たり見たような錯覚に襲われていた。 元来キサは大の臆病だった血を見ることは死ぬほど恐ろしかった他人の注射するのを見てさえ気持ちが悪くなったドアに指を挟んだ人の血だらけの指を見て気を失ったことがある27号27号そういったきりキサはじゅうたんにペタンとその低い鼻を押しつけてしまった。 その時には2階8つの部屋の7つまで扉が開いて怯えきった顔が覗いていたただ27号室磯田正蔵氏のドアだけが静まり返ってこととの音もしない温泉場だがここ群馬県の花輪温泉は熱海や箱根のような陥楽地ではなかった 湯の温度は低く、だから神経痛や脳一血で半身の効かなくなった人に効き目があるとされ近くは東京遠くは名古屋大阪辺りからの当時の滞在客が多かった中にはもう何年もいるという人もいる人々は磯田正蔵氏を知っていた神戸の氷菓子で辞書持ちで千万長者 もうこの清風園には三年近くも来ていて老人で短気で気難し屋の変質狂と思われている人だった金びらを切るので宿にはいい客だったが愛宿の連中には鼻つまみだった人を見下した態度で風呂の行き帰りあっても会釈の一つしなかった僕たちには鼻も引っ掛けやしない もっとも腹なんか引っ掛けられちゃかなわんがねえたった一人で寂しくないのかしら聞くと身寄りもないって話じゃないならあなた幼女に行くさ何でも土地や家屋でくって財産があるってことよ人々はこんな陰口を聞いていただから長い冬至で人々は各部屋へ行ったり来たりしていたが 磯田氏の部屋には誰も入ったことはなかった女中もかかりきりの人が一人それも自分のいない時には絶対に部屋には入らせない厳重さだっただから27号を借りるようになってからドアも3寸もある厚い菓子の木で作らせ内からは自由に鍵なしでも開けられるが一度閉めると外からは鍵なしでは絶対に開かない自動錠を取り付けていた 自分の動産の一切金目の骨董類まで持ち込んでいると女中の美代子はこっそり人々に話していた死んだらみよさんがそいつをもらえるんだってねと人々はからかった美代子はまんざらでもない顔をしてふフ <laughs> と鼻の奥で笑っていた そのひとりぼっちの富豪磯田氏の部屋はドアを外から叩かれたが。開きもしなかったし、返事もなかった。人々は恐ろしさと半分の好奇心で、その血の後をたどって歩き回り。湯のを除いた。浅山先生に知らせた方がいいね。と誰かが気づいていた。下から電話をかける音がしてきた。 浅山医師というのは磯田氏の主治医であると一緒にこのホテルに多くの患者を持っていた前に書いたように西風園には何人もの中風の患者がいたマッサージを世話したり放血したり注射をしたりしに浅山医師は一日おきにやってきた時には美しい看護婦の杉村春江が一人で注射に来ることもあった 杉村は美しいので人々に人気があったモーションかけたってダメだよ杉村さんは浅山先生のなんだからね浅山医師は千年夫人を亡くしていた若い野心家によく見られるような彼は元気な科学者タイプの医者だった趣味なのだろう洋服などのお好みもよくそして立派に着こなしていた 後になってうなずきあったことだったが磯田さんが死んだよとはっきり人々が知らされた時あの美しいかかりつけの女中美代子浅山医師杉村春江のことが何かしら濁った檻のように人々の心の中に浮かんだものである。 それが密室であったいやこれが探偵小説でいう密室というものですね元文学青年だったという若い加瀬刑事がすっかり部屋の中を探し回ってからつぶやいた大和支配人は浅山医師へ電話をすると一緒に警察署へも急報したことはもちろんである 彼も探偵小説の愛読者だったかどうかは聞き漏らしたが戦後あのように殺人事件が毎日新聞をにぎわしていたので現場にはちょっとも手をつけずそのままにしておくことこそ捜査には一番大切なことくらいは知っていた死体も見ないが人々は何かしら殺人だと決めていた殺人事件なんか何十年間もなかった平和な温泉郷のこと所長以下全員が おっとり刀で米軍払い下げのジープで飛んできた所長以下と言ってもたった5人であるジープの後から警察医の石川氏が自転車でやってきたいやちょうど清風園ホテルの玄関の扉を開けたところへ後ろから浅山医師が声をかけた殺人事件ですってね 医者になってから殺人事件の被害者を見るのが初めてなので石川氏は少々興奮していた浅山医師としても同じである先生のクランケなそうでうん長いこと見ていたんだがねと浅山氏は心持ち青い顔をしていった殺人って死体は見たのかな 階段を上りながら石川警察医が聞いた「さあ今さっき大和さんから磯田さんが殺されたらしいと電話があったんですがね」とちょっと後ろを振り返って浅山医師が言った「一つ先生にもお願いします」「ええ」と浅山氏は気のない返事をする。 警察医といっても専門の警察医ではないしもちろん法医学は学校でちょっとやったばかりであるただ変死人口論病者自殺者などのあった時立ち会ったり死亡診断書を書いたりの食卓の警察医だった石川氏は外科で浅山医師は内科が専門である浅山医師は石川警察医の大学の先輩で この土地で開業するもも相当世話もしててやっていた。磯田氏は中風患者で2階から降りることもなし外出なんか一度だってしないのでドアの鍵は支配人室の分まで彼は取り上げていた猜疑心の強い彼は別の鍵があるということさえ安心できなかったのであろう支配人も金になる客のことだし病気がさせる技だろうと予備の鍵も渡してしまっていた その鍵は一つは死体のポケット一つは書棚の奥から発見されただから仁医師の2階に行き着いた時やっと所長たちが厚い菓子の扉を2本の鍛冶屋でこじ開け終わったところであったうーんと所長はうなったムッとする運気と血のにおいの中で磯田氏は 安楽椅子から転げ落ちて血だまりの中に死んでいた致命傷は一目で分かった脳天の皮膚が破れて白っぽい頭蓋骨が見えている血で反白の髪の毛がべっとり暗闘色に染まっていてのぞくと骨折が見えていた窓という窓は全部内側から差し込み錠がかけられていて人の出入りした痕跡はない の扉の上に乱のにがあるが、あるこれも閉めると自然にうがかかるようになっていてきっちり鍵がかかっていた通風口もなければストーブの穴もないなるほど密室というやつか所長も加瀬刑事の言葉にうなずいた自殺でしょうかと誰かが言った 自殺だって、バカな脳天を自分で殴れるやつはいないよいや出室俺ここんところから何か重いものが落ちたらしいなるほど高いガラス戸のはまった戸棚の上で23冊の厚い本が横倒しになっている加瀬刑事が椅子に乗って覗くとその本の脇に丸く何かの置いた跡があった

所長は驚いたような顔をしてカ刑事を見つめたへえ僕がうっかり密室なんて言ったもんですからね密室は密室なんですがこれは犯人が作ったなんて探偵小説的なもんじゃありませんや殺人の現場いやこの場合障害の現場かなここじゃないんですよ <laughs> この血の跡でさ そこで掃除婦の記者のたどってきたじゅうたんの上の血の滴りが問題になったなるほど傷ついてここまで来て倒れたかええそれなんで密室になったってのが探偵小説にはいくつもあるんですと加瀬刑事は鼻をうごめかしたもちろん彼は黄色の部屋なんかは 探偵小説のバイブルとしてそらんじていたそれではそその障害の害現場ははどこなんだそれはすぐ見つかった部屋数にして7つ8つ廊下を曲がったところに磯田氏専用の家族風呂があって風瀬警が裸になって湯船の中を探すと硫黄のガスで黒っぽく変色している銅の張った銀星らしい重い 差し渡しご寸くらいの古風な壺が出てきた凶器はそれだろうがねなぜ被害者は騒ぎ立たなかったんだあんな傷を受けたさ一つみんなに聞いてみてくれたまえそれから石川先生大体の死亡時間はいつ頃でしょう傷口を見たから死体の硬直を見ながら石川氏は振り返った 朝山先生育児頃でしょうな昨晩のそうですね僕がここから帰ったのが9時ちょっと過ぎそうですねまあ10時半から11時というところじゃないですか朝山医師も磯田氏の体を詳細に調べてから言った7時間か8時間前というところがいいんじゃないかな え、うん、そうでしょうね石川氏もうなずいたじゃあその頃何か変わった物音を聞かなかったかってことだねと所長がみんなに言った警察官はそれぞれ聞き込みに出ていくおい先生が昨晩いらした所長は浅山医師に聞いたええ駐車に来てくれと言われていたものですから いつもそんな時間にい,いえ、昨日は昼のうち用がありましたね。その時、磯田さんには別に変わったこともなかった。ええ、別に。で、所長。犯人は、泥棒。石川氏が口を入れた。で、ないでしょうね。まだわかりませんけれど、部屋の中を荒らした形跡がない。 そんな話をしているうち警官や刑事たちが引き上げてきてあの時分何の変わった物音を誰も聞いていないと報告したゆうべは風も強かったしもうその頃は眠りについていた人も多かった隣の家族風呂にその頃入っていた人もいたんですがね何の音も聞かなかったと言っているんです変だねでは何で磯田さんは声も立てずにここまで来て死んだんです 石川さんは考えられないというように首を振って、それより浅山先生、こんな傷を受けてここまで歩いて来られるもんでしょうかね。ええ、来られたでしょうね。現に血がずっと滴っていて、ここで死んでいるんですから。探偵小説にはありますよ。はは、また探偵小説か、伊風くん。 と所長は笑った。<laughs> その探偵小説では加瀬さんこんな時どうして被害者は騒ぎ立てないことになっているのまず犯人をかばうためでさほう次にどうしても人に見られて困るものなんかを死ぬ前に処理してしまいたい時なんかですね「探偵小説では」なんて聞かれたので。 この人のいい若い加瀬刑事はてれてニヤニヤと笑いながらこう説明したしかし少しは得意でないこともなかったじゃあこの民室は被害者自身の手で偶然に作られたもんだというんだね所長が独り言のように言ったということもありえると思うんです探偵小説ではねと誰かが繁盛を入れた では浅山先生がこの人の生きている最後に会った人ということになりますな所長が浅山医師を見る。そそういうことでしょうな時間から言ってと浅山医師は顔をしかめて返事をしたそれから風呂に行っているんだね動機は何だろうと人々は考えた。 不快な隠語親父だが別に殺すほどの動機のある者もいないことはその後の調査で判明した物取りだが外から合鍵がなければ絶対に開かない扉どうして入ることができたんだ用事は全部電話で済まし朝夜2度の食事を運ぶほか女中の美代子もその部屋に入ることは許されないが あの死亡時刻はもちろん食事時間をずっと過ぎていたし夕食後一度も面会の電話などかかってこないことは交換手がちゃんと証言した電話で面会の濁費を取らずあの部屋の中に入れるもの。それは朝山医師とその代理の看護婦の春枝とそれから女中の美代子しかいない犯人は部屋の中に入らなかったに違いない 現に凶器は風呂場の中から発見され被害者がそこから歩いて帰った血の跡がちゃんと残っているではないかではあの凶器の壺は誰があの部屋から持ち出したんだ若い光明神に勇んでいる加瀬刑事は自問自答していたあの壺を老人が自分で洗いに持っていったのかもしれないなあと彼は考えた がやっぱり死体のある部屋の謎は依然として解けないあの部屋に何かがあるさそれは彼の愛読している探偵小説が災いしているのかもしれない実際の犯罪ではほとんどありえない探偵小説の密室がまだ経験の浅い彼に一つの暗示をなしているに違いなかった彼はその先入観を消そうとして苦心したがすればするほど だんだん密室が彼の捜査の行く手に重荷になってのしかかった。被害者は犯人を見ているはずだ。それなのに声を立てない。知っているものだったからだ。なぜそれはわからない。犯人をかわっているのかもしれない。とすると、浅山、看護婦、女中の三人しかないが、 浅山医師と看護婦にはアリバイがあった。医者2人が証言した被害者の死亡時間朝山氏は町長と将棋を2時間にわたって指していたし看護婦の春江は朝山氏の弟や妹たちと隣町の映画を見に行ってちょうどみんなは峠の中ほどを歩いていた頃だったさて美人女中の美代子だが動機はなくもないと加瀬刑事は考えた。 そうだなあ磯田隠語親父はあの子にだけは優しかったし、ふふ、言うこと聞けば人財産やるくらいのことを言ったかもしれないなそれにしては脳一血で半身効かないと言っても今はよほどいいんだが、体の真ん中にあるあれの方は、一体半身不随の左につくものか、さて、いい方の右につくものか。ふふん。と。 加刑事は真面目に考えていた。そんなことでいつまでたっても一銭もくれない磯田に業を煮やしてあの壺で一撃したかそういえばあの夜の美代子のアリバイははっきりしていない美代子が預かって時々使ったかとも考えられて美代子の身辺も捜査したがそれも出てこなかった何一つ決めてはなく県議だけで総局もならず 応援に来た県警の捜査部もやがて解散したただ彼の一つの発見はあの古風な壺は純銀製で前に浅山医師が磯田氏に譲ったものだったということだけだったそしてこの事件は不思議な密室を作ってあっさりお見合い入りをしてしまった張り切っていただけ加瀬刑事はひどく腐っていた それが偶然であったこと犯罪に偶然はしばしばつきものだが探偵小説に偶然があっては何の価値もないどころかその作者の頭が疑われるだがこの作品の密室は偶然に出来上がったもので書いている私自身も嫌な気がしてきたと言って作者は自分の小説の下手さをことしごまかそうというのでは妄想ない 真相はこうなのであった。あの犯罪の行われた日、正確に言うと午後8時30分、磯田昭三氏の主治医、浅山医師は、27号の磯田氏を治療していた。浅山医師の行った時、磯田氏は前に浅山医師から譲り受けた壺を電気コンロの上で温めていた。銀の。 それも古い高価な壺を火の上にかけるというのは変なことだがこの高麗時代の壺の中におびただしいろうそくの牢がこびりついていた停電がしょっちゅう続いた時何も知らない者たちが食台代わりにでも使ったものだろうかそれを磯田氏は気にして溶かしてその牢を出そうとしていたのだもったいないことをしたもんだ。 磯田氏はちらと朝山医師の方を見て苦笑したうちのやんちゃ坊主どもが朝山医師も苦笑しながら持ってきた血圧計のバンドを磯田氏の左腕に巻いた聴診器で脈を聞きながら右手でスポイトを押すと水銀中はプリプリ震えながら上り下りした磯田氏はそれを横目で見ながらやっぱり多い。 多いようですな。血を取りましょう。太い注射器が用意されて、それにいっぱい赤い血が吸い出された。終わって、反対の腕に何かの注射をする。その間中、磯田氏はコンロの上の壺から手を離さない、相当熱くなっていたものと見えて、ハンカチでつかんでいた。なるほど。 聖院のカタログを取ったがこれとよく似ているだが時代は少し新しいようですな親父が買ったものでして僕には解目わからないんですよだが20万や25万の値打ちはあるだろうと思っていましたがさあどうだかなやつらは偽物の名人だからねそうで一度 それに勘時代のものでも僕は一杯まんまと食わされたことがあるまあこれはこれとして建て替えの15万円は返済していただきたいね途端に浅山医師の顔色が変わったというのは今日ここへ遅く来た原因の一つに彼はまたこの磯田氏から10万か15万の借金のもくろみがあったからだ それが逆に前の借金を返せと来たのだから彼はすっと体から血が引いていくような絶望感に襲われたそれほど昨今の彼は金に困っていた友人にした手形の裏書きが物言っていたのだそれがまた落選した参議院議員の選挙違反にも関係していた県の医師会長である彼の先輩の運動であった そ、それはだたって磯田さん。この高麗壺とあれは。壺は壺ですよ。と、磯田は冷ややかに言って。これは僕の趣味さ。それから金貸しは僕の昔からの商売ですからな。それに私は知人として月五分という定理でお貸し申し上げた。 <え>それに藤平さんの選挙買収でそろそろ先生の方にも手が回りそうになっていますからなそうなると元も子もなくなるなんて冷酷な男だろう主治医の俺に対して浅山は金銭問題は別にして医者として磯田には尽くしてきた。 だから彼も磯田は自分に好意を持っていてくれてのことだとばかり思っていた選挙違反は彼には致命的な事件であるだがそれは金で解決つける見通しがついていた磯田を信じていただけ彼は一瞬に奈落の底に突き落とされた感じがしたグッと胃から嫌なものが喉元まで押し上げてきたはぁ、あ こうなりゃあどん底に落とされ追い詰められた浅山は覚悟を決めたと言っても彼浅山はそれほど悪党ではなかったのだむしろ気の弱い善良な男の部類だったただ誰にでも空想の中で自分を窮地に置いてみるちょっとした飛躍性があるそれは一種のセンチメントなのだがじゃあ 杉村のことはどうしてくれるんです。しばらく言いよどんでいたが浅山は喉の奥から無理に絞り出すようにこう言った言ってしまって彼は何かしらブルブルと身震いした「おや!」というように笑い顔ともつかない顔を上げて磯田は浅山を見た あの看護婦の杉村春江とは結婚するつもりでいたのですからね。それをあなたが無理やりに何して。朝山は一気に言ってしまって自分の言葉に興奮した。合姦したというつもりかねケロリとして磯田はまた壺に目を落とす。あれはまだ娘だったんです。その体操を奪っておいて。 だからどうしたと言うんだね。朝山は言葉に詰まった。あなたは、その低層代を僕に請求する。なるほどなるほど。現代版の筒持たせ。それで僕を脅迫する。磯田の態度はいかにもふてぶてしかった。朝山とは、二枚も三枚も役者が上だ。 <laughs> 強姦低層を奪われたあんたもお医者一体その低層とかってやつはどうやって証明するのかねそんなゲージでもあったら見せてもらいたいくらいなものだ症状だとか低層だとかアダムとイブ時代から一体誰が見たことがあるんだい ねえ、おい朝山先生わしにそんな言いがかりつけるなんてお門違いじゃないかな体を見てもらっているよしみで無償門で担保なしで何十万という金をお貸し申したんだそれの礼を担とでも言うどころか二足三文の高麗だかダバだか知らないが こんなツボを持ってきやがってもうこうなっては朝山など手も足も出なかったよかったらもっていくさぽいとツボは磯田の手から投げ出されて赤いじゅうたんの上を転がった資料が全く失われてしまっていた朝山の頭は逆流していく血でもう真っ暗だった と自分で気が付いた時き、壺は自分の手にあり磯田は頭から血を吹いて絨毯の上にのめっていたほんの瞬間の出来事のようでもあったしまた長い時間かかったような気もした頭蓋骨の割れる音も聞いたような気もするし その頭を割ったのは自分でない他の人間のような気もしたしばらく浅山はぼ然とその死体と自分の手のつぼを見比べていたどこかで電話のベルの音と女の甲高い声が聞こえてきたそれを聞いて浅山はふと自分に返ったと恐怖が真、ま、っ赤 黒に彼の体を包んだあ<っ>彼は小さく叫んでドアに耳を当てた外は死因として物音一つない彼はガタガタ震えて自分の手を見たべっとりと血で汚れ胸から父親のしぶきがかかっていたどどうしようしまったと思ったが もう遅かった。かがんで磯田氏の脈を見たが、こと切れている。彼は逃げ出そうとして、カバンを抱え、レインコートを羽織った。ドアを半分開けて、いや、と考えた。これではまるで、俺が殺したと書き残したみたいではないか。血の指紋や消紋の多くついた壺を残しておいては。 彼は恐ろしさに歯の根が合わなかった。どうしたらいいんだお、俺は逃げるどうしたらいいんだ彼は四方を恐ろしい目で見回しながら考えた。まず証拠を消すことだ。それから自殺と見せることができないかダメだ頭のてっぺんを自分で殴れる奴はいない過失 過失はないか。彼の顔に血がさしてきたこの壺のあったところは2メートル半ばかりの高いところだそこからこれが落ちたらしかし傷が不合理だだがここらたりの刑事や医者では石川君くらいなら少しはごまかせる石川君と一緒に俺も死体剣士に呼ばれるだろう なんとか上手に言いくるめる手はある彼は壺から指紋や消紋を消すことにしたハンカチで拭いてみたが熱くなっていた壺に血の指紋がはっきり焼きついている風呂場で石鹸で洗ってやろう彼は壺をつかんでドアのハンドルに手をかけたがいやこの姿を廊下で誰かに見られたらどうするそうだ その時は今帰りだというように見せなければならない。彼は鞄を抱え、壺をレインコートの下に隠してドアを開けた。あったこのドアを外に出て閉めたら、外からは絶対に開かない自動場ではないか出てしまったら、壺を持って入られないじゃないかぞーっと、彼は背中に寒気がした。 彼は部屋に戻って鍵を探した慌てているので2つあるはずの鍵は見つからないではドアを半ば開けておくより仕方がないが俺が風呂場にいるうちに誰かがドアの開いていることに不信を抱いて覗かんとも限らないじゃないか彼はブルルっと身震いしたそして部屋の中をぐるぐると見回して彼はにやりとした ドアの上の欄間からこの壺を投げ入れられるではないか。外から背伸びすれば欄間の窓に手の届かない高さではない。彼は椅子を持って行って欄間を開け、鉛筆を立ててつっかい棒にした。これでよし。忘れ物はないか。彼は落ち着きを取り戻していた。密室の中の過失しさ。 彼はドアを開けて外に出た熱い絨毯が敷いてあるので音がしない風呂場で指紋だけを落とし血を少し残して彼は廊下を戻った欄間から壺を押し入れようとしてあ<っ>と声を上げた欄間の回転窓はぴったりと閉まっているだ誰が閉めた 彼は出る時静かにドアを開閉したつもりだったがちょっと支えに置いたのは細い鉛筆であるわずかな振動でそれがポトリと取れ外れて絨毯の上に落ちたのを彼は気がつかなかったのだそして欄間の窓は閉まって自動車が降りてしまったのだ偶然が彼を締め出しそして完全な密室を作ってしまったのだった ああ、凶器が死体のそばにない自殺も過失死もありゃしない彼は風呂場に戻って考えた。この時間、磯田のところにいたのは俺だけだ。これは支配人も電話交換士も知っている。磯田はあそこで死んだんじゃないとしたらどうであろうどこかで傷ついて、あそこへ行って死んだ。としたら。 <laughs> こいつはいい思いつきだだがその証拠をどうして残すあの部屋へ帰って行ったという <laughs> と彼は小さく笑った彼の鞄にはさっき彼の体から取った血がまだ注射器の中にそのまま残っているこの血を 廊下から部屋の中まで点々と垂らしておいたらいいじゃないか彼はカバンから注射器を出して中の血を廊下に振りまいた真っ赤な絨毯は血を吸ったが同色なのでよく注意してみなければ見分けがつかないドアの中の血かドアから死体のそばまで約1メートル半血の点々をつけなければならない注射針では血は飛ぶには飛ぶが 小さいさしぶきになって霧状になってしまうそれに血は凝結が始まっていて細い針の穴をうまく通らなくなっていた彼はちょうどカバンの中に尿道カテーテルを持っていることに気がついた細い管で長さは4 0ンチくらいある彼はそのカテーテルを注射器の先に差し込み鍵穴を通して死体のところまで血を飛ばした 凶気の壺は湯殿の中に投げ込み胸に渋いたちはレインコートの襟を立てて隠して開花に降りていったおやもう9時ですな彼は廊下で勇敢を読んでいる支配人にこう声をかけて外に出た室内で死んだのならあの中に入れるのは俺だけだから犯人即朝山さだが外で撃たれたとなら ホテルの人全部の可能性があるはずだふふ、<laughs> 動機は別物だがねそしてこの西風園殺人事件は偶然が密室を作ってしまったのだった浅山はその密室のデッサンにちょっと色をつけてやったに過ぎなかったのだそれがそうでなかったこと また何で急に辞表なんか所長はびっくりしたようにカセ刑事の顔を見たそそれがまあお互いに給料は安く仕事が多くて割に合わない商売だがねと所長はしょっぱい顔をした田舎の警察官では行き先が知れていることにカセ君は大学を出ているんだから こんなちっぽけな村の刑事じゃ食い足りないだろうだがもう少し辛抱していたらば何とか栄転の道もあるさええですがすっぱり足を洗うんですおお所長は目を丸くしたこのごろさっぱりですからな加瀬刑事はちょっと泣きそうな顔をしたさっぱりというのは この辺りの警察官たちの通用語で全然ダメだなっていないというような意味だったのだおおあの青風園事件君の言うこともわかるが何しろ物的証拠ってのは何もないからねはは <laughs> それに君の探偵小説探偵小説が本庁のお偉方には気に食わなかったらしい何しろ 探偵小説なんてものは犯人たちに悪知恵をつけるだけのもんだというのがあの連中の持論なんだからねその探偵小説なんですがおお探偵小説ええ探偵小説作家になろうと思うのです東京へ出てこれには完全にさすがの所長もどぎもを抜かれて とっったた。きりだった実際の犯罪より探偵小説の方が僕には性が合うんですそらあそうだろうさ自分で犯人を作って自分で探すんだからいやあの性風園事件だって探偵小説の密室をひっくり返しただけなんですよまあまあまあさこの議論を何回所長は聞かされたことか あの密室だって出来上がってからそれに色付けしてそれらしく見せただけのものなんですよ。血なんか垂らしてね。だって何回も言ったがもしあの部屋でやったのならあれだけの血しぶきだよ。殺した奴も帰り血を浴びているはずじゃないか。ところが容疑者の着物全部紫外線でやったが出てこなかったじゃないか。はは、温泉場の事件だからって まさか犯人がふんどしもしないすっぱだかで殺しをやり、洗っちゃったってんでもないだろう。ええ、その血でさ。今日さっき考えついたことなんですが、犯人は体中帰り血を浴びていたんですよ。だがわからなかったんです。盲点ってやつで。盲点ねえ。と、所長は気のない返事をした。 血がいっぱい跳ね返ったが誰も気にしない男血が体についていても誰にも不思議かられない人間誰だい医者さんでさ麻山先生かええ先生にはアリバイがある教皇の時間には町長さんと将棋を指していたええそうですね立派なアリバイですが その強行時間を立証したのは誰なんです警察医の石川先生さ。僕もあの時いたんですがね。10時半から11時と言ったのは、浅山先生が先でしたよ。一つの暗示です。失礼だが、石川先生はまだ若い。学校出てほんの少し。だが、浅山先生は経験者だし、先輩だし、世話にもなっていますさ。 いいや9時半ですよ死んだのはという確かな根拠もなしまさか犯人がアリバイ作りをしているなんて思ってもいませんからねははんと所長は鼻を鳴らしただがそれも証拠にはならないよ今は状況証拠だけでは何にもならんからねどうもやっぱりダメですね 探偵小説ではこれで犯人はがっくりと来るんですが「探偵小説では」と所長は気の毒そうな顔をして加瀬刑事の辞表を書類箱の中に収めた3日して加瀬刑事は送別会でしたたか酔っ払って次の日探偵小説作家になるために東京へ向かった 一週間して所長と浅山医師へ連名の手紙が届いた封筒は所長宛てで所長は読み下して「おお<ー>」とうなり声を上げた手紙にはこうあった「東京へ着きました」そして大先輩の江戸川乱歩先生にお目にかかりました これから探偵小説作家一年生の勉強です。あの先日の殺人事件について私は考えました。そしてこんな結論を引き出したのです。死体はあの部屋から一歩も動かされなかったということです。磯田昭三氏はあの部屋のあの位置で殺されたのでした。物的証拠、その理由。 1, 1もし別のところで傷つけられてあそこまで歩いて帰って死んだのならあの死体の血は磯田氏の顔を伝って死体の前面に流れ落ちていたのだから自分で歩いてきたはずの磯田氏のスリッパの底に当然血がついていなければならないはずです警察に保存されているスリッパを見てくださいそこはきれいであった 2, 2 部屋の中の血は、ドアの外から鍵穴を通して何かの方法で、注射器かなで飛ばして垂らしたものです。というのは、廊下にもあり、部屋の中にも糸を引いたように滴っていた血が、敷居の上にだけはこぼれ落ちていなかった。なぜだろうか。そのドアが、閉まっていたからです。 さようなら、1月10日探偵小説家志望の加瀬生より朝山先生所長殿